副部長の土方と申します。今日の講演会に始めるにとりまして先立ちましてちょっとご挨拶をさせていただきたいと思います。講師の紹介をまず片通りさせていただきます。もう改めて紹介する必要はないと思いますけれども、もう自民党のベテラン代議士の一人と5ヶ月役の衆議院議員でいらっしゃいます。1939年山形県出身で東京大学卒業と同時に外務省入省されまして、大使館をいくつか歴任なされ、当選12回内閣官房副長官、防衛庁長官、内閣官房長官や自民党政務調査会長、同幹事長など政府と党の要職を歴任されております。特に私どもの大学としてお知らせしたいのは、去年のちょうどこれもクリスマスの時期ですが、菅三順さんとここの場所で対談を行われました。それを、本にしました。この本はですね、今日今申し上げますけれども、私どもの大学これで20周年を迎えます。それで特に政治経済学部で始まった大学ですので、政治経済学部で20周年を迎えました。そこでもうここにいらっしゃる方だいぶご存知だと思いますけども、いくつも企画を用意しました。政治経済学部だけで7つ用意しましたけども、今日はその鳥です。8つ目の最後に、この締めとして加藤先生においでいただき、今日はお話をいただこうということです。もうちょっと時間が迫っておりますので、私はこれで引っ込むことになります。じゃ先生、どうぞ。どうも皆さんこんにちは、加藤でございます。普段もっといい声なんです。風邪ひいておりまして、選挙区に毎週帰ってます。山形の雪国です。そうしますと着ている衣類の調整が難しくてですね、東京から薄着で山形に行くとすぐ風邪ひきます。それで山形の厚着を着て東京に来ると暑くて汗かいて、これまた風邪ひきます。まあ一種の職業病になっていると思ってください。さて去年の確か12月でしたか、こちらでお話をさせていただきました。それから1年、いろんなことが政治の世界ではありました。で今皆さんが政治っていうと、麻生さんもうちょっとどんなふうにかならないのというのが一番大きいと思うんですね。それで支持率も今下がっております。で我々もですね、その自民党の体制としては、麻生さんが圧倒的に勝ったんですけれども、非常に麻生人気で、そしてそれですぐ選挙に突入していこう、そうすれば自民党も、個人の周辺能力とともに麻生人気というものがかぶってきっといい成績になるに違いないと思ってやったわけですね。ところが今だんだん麻生さんと一緒に握手のポスター外そうとかですね、そんなことを議論し始めている人もいます。でそうすると自民党の政治家も定見がないじゃないかとこう言われますと、自民党の政治家も国民の皆さん、麻生さんが就任する前は全員が総理にふさわしい人のアンケートで麻生さんってあんたたちも挙げたじゃないかと。確かにですね、麻生さんが一番票高かったんですね。もちろん小泉さんでした。でも小泉さんはもう辞められた総理大臣ですから、でまあ現実に可能な人としては麻生さんが一番だったんですね。でそうすると国民の皆さんの判断を聞いて、我々国会議員も自民党の中でみんな麻生さんがいいんじゃないかって言ったのに、じゃあ国民の判断は間違えてるのかということになります。す
とある人は、いやあらメディアがいい加減に書いてある世論調査だと、まあ世論調査をメディアが勝手に作り上げるわけありません。若干変なところもあるんですよ。政治についての世論調査は若干変なところもあるんです。例えばそのなんとなくタカ派っぽい新聞が世論調査しますとね、タカ派っぽい政治家の評判が良いんです。でなんとなくハト派っぽい、新聞ですね、例えば朝日新聞とかいうのになりますとですね、なんとなくあのレフティストっていうか少しインテリ風のそしてハト派っぽい政治家の人気度が上がって出てくるんですね。国民っていうのは一つでしょう。国民っていうのは一つでしょう。じゃあどうしてそんなことになるんだねと言うとですね、どうもあの電話かかってきた時に朝日を取ってる人は朝日新聞からの世論調査ですって言うと、おうとか言って受けてですね、そしてあの比較的自分の趣味に合った人に丸をつけると、またその逆もあるということもどうもね若干あるみたいで、あのコレスポンド、つまり反応してくださるっていう人の瞬間からですね少しバイアスがかかるんだという話もあります。しかし一般的にあの麻生さんの人気が高かったということは事実だったわけです。でそうするとどうなんだろうなと、国民の皆さんも間違えたのかなと言うと、何人かの選挙区の人とかね、東京でいっぱい飲み屋で、飲んでる時なんかに聞きますと、だって加藤さん、あの自分らは誰が総理大臣がいいかなんて分かりませんよと、誰があの比較的感情をよく読めるかなんてのは分かんないんですと。でそんなことはね、あので新聞に麻生さんがなるだろうみたいなことをちょっと書いてあるから、そうするとあの多分誰が総理になるだろうかっていう予測を聞かれてるんだと思って麻生さんって答えるんですよと、それが一般じゃないんですかって言うんですね。なるほどなるほど、っていうことは世論調査してる側とされてる側の間にある種のズレがあるんじゃないかと、私はかねがねそう思ってたんですが、聞いてる方は価値基準を聞いてる、どなたがいいか価値判断を聞いてる、どなたがいいですかって聞いてる、ところが聞かれてる方は誰になるとあんた思ってんのと、あなた政治ちゃんと分かってんのってテストされたような気持ちでですね、だってみんな麻生って書いてあるから麻生でしょ。でこれのぐる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 螺旋状のなんかずれの螺旋階段登ってるようなそんなところがあるんじゃないかっていう気しますね。